ってやったらこうやってやんないとね、息が吸えないからさ、うまいこと喋れないんだよね。グレーネンフォークスでセーズギーバナイル。ヨーカーマセリージャパン。でもね、吸えるようになったね。ヨーカーマセリージャパンセッションザゲンチュイズ。September the 7th, 2023, Thursday evening, 9:23 PM. degrees of Celsius.今日ね、骨折について、はあ、楽、こうやってやると楽。もうね、こうやってやってると楽。なんちゅうの、こう背骨をまっすぐにして、なんで君の小指は曲がってんの？折れた痛みはね、炎症はね、もう収まった。だからもうね、痛みはね、じっとしてればゼロ。さあ起き、ね、仰向けに寝てて、さあ起きましょうって言うと、何年かかるのみたいなさ、痛いんだよね。どうやって、まっすぐするとさ、体重がかかるじゃん。この、肩から上の体重がここへかかっちゃうじゃん。これありましたよ。これ。わかります？軍勢の木綿の腹巻き。見せるとまずいかね。ちょっとまずいかね。軍勢の腹巻き。これ、軍勢の腹巻き。結構ね、圧迫力があるから、こう、たぐましてさ。で、ここだからさ。ないよりいいじゃん。で、今日はね、骨折のことについて。私は、ちょうど40年前。ここをね、見せるわけいかないもんね。ここはね、こうやって、ポキンと折れたのが、こういうふうに、ポキンと折れて、こういうふうにくっついちゃったんですよ、こういうふうに。だから、飛び出てるわけ。だから、この折れた痛みはなくなっても、ここにあったもんが、こういうふうになってることが痛かったね。1年ぐらい痛かった。そんで、ここの、なんちゅうの、あばら骨がさ、こういう形があるのが、こういう風に突っ張ってたのがさ、3センチぐらいこう短くなったからさ、やっぱり体がこうなるわけよ。で、また今度もこっちじゃん。で、今日はね、骨折について。私はあばらをね、こことここしか折ったことないんですよ。で、単純骨折だから、こう。複雑にぐしゃぐしゃになったってわけじゃなくて、単純に折れた場合はね、その皮膚が腫れるとかそういうのはない。中に水が溜まるとかそういうことはない。臓器刺してなくて、ただポキッと折れた だけならね、3日は痛い、すごく痛い。折れてそのまあなんちゅうの、まあ、例えばこの辺をちょっと切って血が出るじゃない、ピピュって。でも押さえとけば血が出なくならない、なるじゃない。でもまあ切れた痛みはあるっていうような感じ。例えば足が折れたらさ、まあ自分で寝てら治る、まあ添えにしてさ、まあ行けばそれでまあ足上げて、でもほら足が折れた場合はトイレの問題があるからね、やっぱり病院じゃなきゃ難しいよね。でも例えば腕がさ折れた場合でも、まあ病院に行くお金がなければさ、この単純に折れた場合なら、自分とこう引っ張ってさ、なんとかこう、折れたのがもしこういうふうになってればさ、引っ張ってこういうふうにした状態で、それに当ててこうぐるぐるっと巻いちゃえばいいじゃない。病院に行くのが一番いいんだけど。で、例えばさ、扇風機のこう、プロペラーの前にこういうさ、なんちゅうの、
針金がこうぐる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 なって手が指が入らないようになってんじゃない。あるいは自転車のスポークね、芯があってさ、ホイールがあって、あのハブっちゅうの、そこからこうタイヤにリムに向かってスポークがあるじゃない。例えば自転車のスポークだったら48本ぐらいかね。あばらは片っぽ12本だからさ、女性は1本少ないのかね、よくわかんないけど、まあ12本12本じゃん。それが1本折れるってことは12分の1じゃん。うんと48本のスポークだと4本同じ場所がね、周りタイヤの車輪のさ、同じそこの4本が折れても、まあそれで走ってお家へ帰ってこれんじゃん。まあもちろん体重がね、お相撲さんの150キロぐらいあればさ、そこの4本抜けたとこからなんちゅうのこうぐにゃってなるかもしんないけど、まあ5、60キロの人が乗ってる分にスポークがね、仮に48本あったら、あったとしたら4本折れても同じ箇所がね、まあ、ここの1本とみなしてさ、そんなにびっくりすることはないと思う。ああ、この自転車もう乗れないっていう状態じゃないと思う。それと同じで人間もそう。このあばらってさ、まあもうこう、なんちゅうの、こういうふうにあるわけじゃん。なんちゅうのか、セミの、ミミンゼミなんか、アブラゼミなんかのああいうのがあるんじゃない、こういうの。一本折れても、あの、複雑骨折じゃなければ、3日痛いよと思えばね、もう4日目はね、あの、折れた骨の痛みっていうのはないの。ただ、折れてんからこう、肉の中でこう動くわけじゃん。そうすんとやっぱりその動くことで、まあそのこの皮膚の神経とかいろんなのに当たるからさ、思うように力が出ないんだよ。こうやってる分には何ともないんだけど、じゃあこっちでなんかやってごらんと、こっちが折れたからさ、ここがさ、それできない。うん。でも40年前さ、写真の現像で夜行ってたんだよね。だけど、ああ、これ3日、電車乗って行って、8時間かね。あ、5時から6、7、8、9、10、11、終電前だから7時間ぐらいかね。でね、思い返すとね、やっぱりな、9月ぐらいだったと思うよ。これやったのがさ、日曜日の夜じゃん。3日だよね。日、月、火、水、木、今日7日だもんね。確かね、夏休み明けぐらいだったと思う。うん。40年ぶりに怪我した時期は一緒だね。うん。で皆さんにもね、例えば ここの場合はね、背中側はさ、背中ってこう平らじゃない。平らんとこにあるあばら骨って平らなんだよ。だけどこっち側さ、こうなんちゅうこうドラム型にさ、こうなってんじゃない。そのここがさ、なんちゅうの、こういうふうになってんじゃん。そのこういう風になってんところの、ちょうどこのブリッジの頂点みたいなところがポキッと折れたから、元通りの場所にはいかないんだよ、こうなっちゃって。まあ、整体師の人みたいなところ行って、バンバンって叩いてもらって、バンドでギュッてやれば行ったかもしんないけど、私、ズボラだからさ、ああ、折れたのね、まあ、くつくでしょ、みたいな感じ。実際くつくやし。でもさ、40年前の若さと今と、それから食事のね、うん、で働いてたからさ、お金はあるじゃん。まあ
そこそこのものは贅沢はしないけどさ、俺買い食いってしないんだよ。どこ行くにもおにぎりだからさ、裕福だからね。うん。でもね、とにかくもしあなたがこうね、あばら骨どっか単純にポキッと折れたぐらいだったら、あの、わあ大変、お医者行かなきゃっていうね、ことを、例えば働いてんとさ、どうしたのあなた、いや、お風呂場で転んで肋骨折っちゃったんです、でしばらくお休みいただきたいんですけどって言うとさ、今の時代さ、いや、じゃあもう、あの、長期自宅療養してくださいみたいになっちゃうかもしれないじゃん。そんな時に、正直に全部言わなくていいんだよ。あの、すいません、ちょっと体調崩したんで、2、3日休ませてくださいって言うんだよ。ポキって折れて、ここに炎症が発生、その折れたあたりにさ、炎症がすごく出るの。その痛みはね、3日はあるよ。ああ、痛いっていう痛みが。でも不思議なことに、その炎症ってさ、収まるんだよ、やっぱり。で、4日目、私の場合はね、2日ぐらい。丸2日はね、どうしてもダメだけど、3日目は、まあいいかいねってなるよ。うん。単純骨折の肋骨の場合ね、1本折れた場合。まあ、折れる場所にもよると思うな。うん、ちょうどこの、なんちゅうの、おっぱいより下ぐらいが折れる分にはいいんじゃないかね。折れる場所にもよると思うけどね。ただ、のんきにこうやってやってんと、やっぱり、寝方がこう、上からかかってくんから、どうしても背骨があって、ここが背骨とすんじゃない。で、折れたのこっちじゃない。そうすると、これが、こっちの肩の分が、こう、こういう風になる可能性が強いよね。こういう風に。今、こういう風になってヘコヘコしてんけどさ、やっぱ肩の重み、こっち柱があるんじゃん、背骨っていうもんが。だからこういう風になる可能性があるね。で、こうなって靴じゃ可能性もあるね。うん。まあそんな感じ。うん。だからもしあなたが、ね、会社ね、解禁しててさ、勤続も長くてさ、まあ、じゃあ雪つけて、お風呂場で転んじゃったんなら、一週間ぐらい、まあ一月ぐらい来なくてもいいよって言ってくれる会社もあるかもしれないよね。うん。でも、事務職だったら、一日ね、こう、座ってやれる仕事ならば、すいません、ちょっと体調崩したんで、ね、何でもいいよ。なんか食べ合わせが悪かったのか、すごい下痢が止まらなくて、ちょっと一日二日って言って三日休めばいいんだよ。4日目出勤すれば、どうしたの中村さん。いや、ひどい目にあっちゃってさ、今日もちょっと、下痢気味なの、つってさ、うん。でもさ、下痢って映らないじゃん。最近流行のこういうのとかこういうんじゃないから映んないじゃん。あ、お大事にしてね、つってさ、例えば、パソコンの仕事だったらさ、ちょっとこう、お腹を押さえるようなふりしてさ、こう、ね、体重を抑えながら、お腹が痛いんです、みたいな形で、ちょっと片手でやればいいじゃない。ね、ほんと、部長もして、中村くん、その、半分の仕事で、一日のニットはちょっと、やれねえからよ。雪でちょっと休まねえか？え、いや、大丈夫ですよ、腹下しですから、そうか、うん、じゃあまあ今日はお目に見てやるなって。で、それがうまいことさ、金曜日だったら土日休めんじゃん。ね、とにかくね、骨が折れた痛みは、そんで、
私の場合はこっち折れた時は、折れた瞬間は、ああ折れたなって分かんなかったんだ。そんで折れた瞬間は分かんなかったんだけど、ちょっとしてここ触ったら骨が飛び出てんから、こうなってんから、ああ折れたんだなと思ったんだ。でも痛くないんだよ。痛くないの。うん、本当痛くないの。で、骨が、ま、私の場合に限りますけど、その最初に折れた時は、折れて、4、5時間して、なんかお昼頃折れたんだよね。それで、夜、夕方寝てて、横な、あ、折れてんだから、横になってよ、と、もう痛みがだんだん痛くなってきてさ、で、横になっててさ、ね、午後6時、7時、8時、9時ぐらいがものすごい痛かったね。折れた時よりも折れてちょっと時間が経ってから痛かった。で、今回はね、折れた瞬間に、あの、後ろへ転倒、滑ってさ、あの、浴槽の縁にダーンとぶつかった瞬間に、ああ、折れたと思ったんだよ。息ができなかったから、本当に息ができなくてさ、もう泣き声みたいな、うわーっていう声も出ないんだよ。で、声出しちゃうと次の息が入んねんだよ。ああ、これは痛いな。そんで、今回はね、その転んで折れた時が一番痛かった。うん。で、最初はね、あ、でもまあ、打撲かなとも思ったんだけど、ほんで浴槽の底でさ、もう水抜いた後だったからね。あれ、水があれば、まあ水の、まあ何とも言えないね、溺れちゃうかもしれないし、息が止まってこうか、うーって動けなかったらさ、でも、あの、もう今回はぶつかった、折れた瞬間が一番痛かった。もう息が止まったもんね。まあこの心臓の後ろ、まあ心臓ってこの辺にあるんでしょ本当は。でもまあ左だよね。まあこの辺かね。だから、今ね、一番困るのはね、こう、仰向けに寝るじゃない？仰向けに寝るじゃない？で、起きようと思った時、普通はさ、手もつかなくてこうやって起きられないじゃん。これができないんだよ。ここが、肛門としてさ、ね、寝てて、上半身、これが上半身とするんじゃん。これができないんだよ。これができないの。私の場合ここに机があるじゃん。で、この机のこの下側に足を入れて、足で起きるんだよ。足でこう体を、手でこうって起きれないから、足でこう、手この原理っていうの、足を手代わりにして、ここを支点にして、ここを支点にして、痛い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 っていう感じでこうみたいなさ。でも最初の3日はそれできなかった。最初の3日はね、痛いじゃん。で、なんとか手をこう、どっか楽ちんなとこ探しながらさ、はぁはぁはぁってなりながら。まあね、1時間はオーバーだけどね、4、5分かかんないと起きれない。うん。でも、寝てるには、まあ単純に痛いだけ。こう、上半身を、まあここがね、肛門としてさ、これが、まあ尾脊骨っていうの、これができないんだよ。たとえ手をついてもできない。これが。今回のこっち側はね。だ、背中側が折れた時はちょっと、厄介かもね。でも逆に言えば、その痛みが消えた後は、楽だと思うよ。背中側のあばらって平らじゃん。まあ背中がこうこんもりしている人もいるだろうけど、大概背中は平らで、前側の方にこう面積、体積があるんじゃない。でもこれもね、今日さ、なんかで妹に頼んだの、ネットでね、1780円でこのなんか評判のいいさ、そのなんていうの、骨折バンドっていうの、それ頼んでもらったんだよね。でも昨日より声が出んでしょ。昨日だってさ、最初は出なかったけど、
背骨がまっすぐになってる分にはさ、ここへ圧迫かかんない、手でこうやってやってるとさ、肘ついてんと、まあ、上半身の味方ってほぼ消えるじゃん。で、今日は、で、昨日はこうやって、おでこも押さえてたわけよ。人間の首から上って結構重いじゃん。だから昨日はこういう風にもやってたけど、今日はそれ必要ない。これで大丈夫。もう4日目だから、今日の真夜中で、丸4日が過ぎるわけだからね。うん。何が言いたいの？だから、あの、あばら骨が一本折れた時は、慌てずね、ああ、仕事どうしようって考えないで、すいません、食あたりで、あるいはね、ちょっと夏風邪ひいちゃって、40度の熱が出ちゃってとかさ、ね、言い訳してとにかく会社休むわけよ。3日間、なんとか。うん、まだ熱が下がんないんです、ってさ、おっしゃったの、いや、その行く勇気はないんです。じゃあ俺が行って様子見てやるか。いや、あの、まあね、とにかく、あばらが一本折れたぐらいで、あの、大騒ぎしないで、あの、とにかくね、3日、だいたいね、2日半でほぼね、この、折れた痛みっていうのはなくなる。うん。で、こっち、前が折れてこの団地になった時は、折れてね、4、5時間してから痛くなった。うん。でもそのピークが終わると、こういう風になって、別にもう寝てなくてもいいかな。んで、こっちが折れた時はね、その起きたりなんだりするのはね、なんか普通にできたよ。でも、背中が折れた時はね、今回はね、この、仰向けに寝ててさ、上半身をベッドからこうやって起こすってことができない。なかなかできない。で、まあ、くっつくのにはまあ2週間から4週間かかるってじゃん。もう、68歳だからさ、で、食事もさ、ちゃんと食べてないじゃん。昨日ね、夜、妹がさ、あの、お母ちゃんがちょっと、夕ご飯は、お母ちゃんの夕ご飯を終えて、お母ちゃんが横になって、その間にご飯と、お豆腐と納豆を持ってきてくれたんだよ。と、ポテチ。で、その日は、もう、とてもじゃないけど、手つけられなくてさ。でも、この、ポーカレモン水はさ、飲んで、それで、今朝、トイレに行った時さ、あの、玄関の中に置いておいてくれたんだよね。で、今朝トイレ行った時に、それ、あ、これあるなと思って持ってきて、そこを置いて、また寝ちゃったわけ。で、お昼頃、ポテチを食べてさ、で、これ飲んで、で、夜、ご飯食べて、お醤油かけ、納豆とお醤油でさ、それで今朝は、朝、これと、これだけか。で、お豆腐に2個あった、持ってきてくれてあったから、お昼にお豆腐。うん。で、今日もさ、あの、ご飯持ってこうかって言ったからさ、いや、今日はいいよって言ったの。うん。まあ、あ、そうそう、これもあった。ゆずのど飴。これ好きなんだ。高知県北川村産。ゆず果汁っていう。おひよこれ。のど飴。高知県北川村。北川村かね。北千村っていうのかね。北千村だったら。失礼だもんね。かゆいんですよ。窓開けてるからね。あ、で、妹がね、135のね、あの、レースのカーテン買ってくれてさ、やってんだけど、まあ、
網戸がないからさ、なんか隙間から入ってくんだね。じゃあ今日はそういうことで、もしあなたがあばらが折れたら3日おとなしくしてんと折れた痛みはなくなります。うん。で、あばらの場合、あの、ただそのこの胸椎に近いとこが折れたとか背骨に近いとこが折れたったらやっぱ病院に行くしかないと思う。でもこの背骨からぐるーんと出てるどっかこの辺ね、この正中線からかなり外れたとこだったらあまりお騒ぎしない方がいい。ただちょうどこの曲がってるとこのさ、頂点が折れるとちょっとこう団地になる可能性が高いね。うん。で、そういうことで、なんかのお役に立ったでしょうか。ね。ずっと、あの、楽になった。うん。ただくっつくのに、一月でくっつくかなって感じするね。雨降ってきた。雨降ってきたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ああ、28分17秒ね。ちょっとすいませんね。おすすめしますよ。とりあえずビールっつうのもいいんだろうけどさ、まあ働いてる人はねビール飲んだ方がいいね。飲めっつってませんよこれね。ポッカレモンをまあ、30cc ぐらいだったら、ララ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 ラって入れて、蜂蜜をまあ、大さじ2、山盛り1杯ぐらいかね。あの、美味しいし、なんか、爽やかだし。で、今日はね、あの、またゆっくり見てたんだ。肘ついていい？ほいで、例えば今背中がこのぐらいになってたじゃん。肘つくのにこういうふうにやると痛いんだよ、すごく。折れたとこはもう痛くないんだけど、折れてる状態がこう、まあだからなんちゅうの、まあかき混ぜる、いて。笑うとかくしゃみとかはね、無理。すごい痛いよ。まあ折れて、くっついてないわけだからさ。でもまっすぐならまっすぐにしてればこうやってねじっても痛くないよ。こうやってやっても痛くない。そのバランス的にこういう圧力がかかると痛い。うん。だから仰向けに寝てて、じゃあこっち肘ついておきましょうってやった時、こういうふうに押されることも痛いわけよ。折れる場所にもよるけどね。うん。まあお金があって会社休めるんだったら病院行った方がいいね。うん。それで、まあこの辺でこの骨折は終わりにしましょうかね。21時54分ね。2023年8月7日木曜日。午後9時54分ね。で、ここからこの、なんだっけな、今日ゆっくり見たんですよ。ね、朝鮮民主主義人民共和国。前回もね、見てね、兵士の、あの、現在ね、朝鮮民主主義人民共和国は、の国民はどんな暮らしっていうのでね、1ヶ月ぐらい前かな、見たときね、これまたはっきり覚えてないんだけど、軍人さんの一番下っ端の給料が日本円でいくらだと思います？7か9だったんだ。日本円で。ね。
だから怪獣で言ったら一等兵っていうのがね、給料7、日本円にしていくらだと思います？1、7万円。2、7000円。3、700円。兵隊さんの1ヶ月の給料。どうだと思います？知ってますか？7円。7円。暮らせないよね。うん。在日朝鮮人の皆さん、祖国に送金なさってるんですか？なんかそういう名目で滞在してたんでしょ？祖国に、祖国にってさ、今でも送ってくださってるわけだよね。兵隊さん一等兵7円、月給7万円じゃないんだよ、月給7円ね、で主食がね、トウモロコシを細かく砕いてお米みたいにして食べるのが主食なんだって。それすらも食べれないと、その辺のね、木の皮とか草とかそういうのを食べてるんだそうですね。在日朝鮮人の皆さん、日本でいっぱいお金稼いでるんでしょ？日本のあの1万円は向こうへ持ってったら10万円ぐらいの価値あるんじゃないですか。最低でも物価10倍どころじゃないよね。ぜひね、祖国のあの同胞に、赤の他人の同胞にね、あの送金してあげてくださいよね。1万円、月給7円で生きてるわけですから、1万円もらったら何年生きれる？9円かもしれません。7円か9円、どっちか。7000円じゃない。7円か9円のどっちか。一等兵ね、兵隊さんの一番下っ端の月給が、給料が7円。ね、7円。で、もう一つね、これは前にも申し上げたんだけど、ほら日本であの殺処分になる犬とか猫いっぱいいるじゃんね。あれさ、殺処分にした後、まああの横浜市なら横浜市であの燃えるゴミで燃しちゃうんでしょ？違うの？一頭ずつなんかお墓に入れてあげんの？殺処分した後、それとも近所の肉屋さんに横流しすんの？なことしないよね。食うもん困ってんだから。7円でどうやって生きるよ。いや、弊社で食べさせてもらってます。腹いっぱい食ってないんだって。うん、だって給料が7円だから。9円だったかもしれないですよ。7万円じゃない。7000円でもない。700円でも70円でもない。7円か9円。同じ人間が困ってんだからさ、ね、そもそもその支援物資をさ、その政府関係者に渡した時さ、本当に困ってる人のとこ行くか分かんないじゃん。今あれも見たよ、日本でさ、例えばさ、これを買った時にさ、なんかおまけがついてくるとかってあんじゃん。そういうのをさ、痛い、あんな軽いもんでも買って、ここを取ってここにやろうとしたら、手伸ばそうとしたらもう、でもこうやって喋ってればさ、骨が折れてる人って分かんないでしょ。うん、善意でさ、これね、
夏休みが過ぎるとね、捨て犬が多いんですよ。でもさ、その国交がなくてもさ、これから冬が来るじゃん。38度線より北なわけじゃん。なんか冬はマイナス12度になるんだって。以前聞いた時はさ、朝鮮民主主義人民共和国の兵隊さんは運動靴履いてるってね、革靴履けないんだってさ。運動靴、運動靴でさ、月給が7円でトウモロコシの粉食ってさ、どんな人生なのかね。若者の皆さん、日本はまだそんな国になってませんよ。また繰り返しになりますが、私ね、横浜だから、ご近所の土地を探すと千葉が一番安いんですよ。埼玉高いんだ。静岡も高いの。伊豆はね、千葉より安いんだけどね。で、面積も広いんだけど、ほとんどが別荘用地でさ、管理費が年間、なんもこれきっと、3万円とかさ、4万円とかさ、かかるわけよ。ね。若者の皆さん、もしね、あなたが東京、横浜、川崎あたりにね、住んでる若者で、まあ今、アルバイトがあるにしろ、ないにしろね、まず土地買ってくださいよ。土地。千葉県の外房、ね、太平洋側。旭市、匝瑳市、久慈湯久里浜町、それから、いすみ市、あの辺、で、森を買うんだったら、いすみ市をおすすめします。ほで、宅地を買うなら、それでもやっぱ海に近い方がいいな。九十九里浜とか白子町とか、匝瑳市とかね、旭市あるよ。40坪とか30坪ぐらいでね、海まで500メートルとか700メートル前でね、あるよ、探すと。宅地だよ、宅地。30坪の宅地。10万、20万、30万。なかなか10万、20万のは、っていう場所もあるけどさ。もう住宅だよ、住宅街。あるからね。40万、30万、40万、50万、あるからさ、海へ。海から遠いのもあるけどね、そんなとこ買っても楽しみないじゃん。道楽で釣りしますじゃなくてね、食費そこら中か刺されてんだかに、やんなっちゃう。ありますよ。虫刺され。駅。
リノベード GX 駅。どこの会社かね。今日は薬品工業株式会社、ね、虫刺され駅ステーション雨の、ね、今みたいにさ、こういうふうにやっててこういうふうにやんじゃん。で、体重がかかると痛い、体重がかかると痛い。でもまだもう4日目でこんぐらいになった、うん、明日はもっと楽になるよ、うん、ね、若者の皆さん、ね、千葉のね、九十九里とか、もし森を買いたいなら、いすみ市ね、今年の4月5月出ましたよ。400坪だか500坪で、山の北斜面、森。ね。だから、公園のちょっと横の平らな森の、林の終わった平らなとこ、130坪だか150坪ぐらいで、30万。ね。で、その、北斜面の400坪だか500坪の北斜面の森はね、10日ぐらいしたらなくなったね。表示をやめたのか売れたのかわかんないですけどね。田んぼがだーっとあって、道があって田んぼがだーっとあって、その向こうの森、山。うん。40万で出て30万になって、10日ぐらいしたらなくなっちゃった。でその、公園の横丁の原っぱの森の終わった原っぱの、ここに小川が流れてる150坪ぐらいで平らな林、うん、30万、うん、今もね、この間見た時はね、なんだっけ、西大原だったっけな。あそこにね、10万円の土地があるよ。森。10万円の土地、森。よーく読んだらね、なんかそこ、埋蔵金ありますよ、地区でね、下手にできないんだって。うん、なんか90坪ぐらいでね、10万円。それで、なんか公園のね、鉄塔の横丁の、ね、広い森の中にある、あれ、400坪ぐらいかな ?20 万っていうのあるよ。うん。西大原の区役所と、それから、中学校の裏山。うん。鉄道が通っててね。鉄塔がダーッと通ってて、ありますよ。もう今あるかどうかわかんないけどね。で、それはあくまでもさ、ネットに載る情報だからさ。で、その売りに出てるね、こんな森の中のここが売りに出て、ここは売ってないのって話になるから。その気になればね、その過去にそういうのを売った不動産屋さんに電話してさ、同様の物件ありませんかって聞けば、ね、若者の皆さん、何度も申し上げますが、分割ローンも買えますからね。50万円の土地24年25年で払ったら、うん、まあ倍返しで100万返していくにしたってさ、25年でしょ?置いたら100万を4万円じゃん。1年間に。ね。一月いくら ?3000 円だよ。3100円ぐらい?
毎月3000円で50万の土地買えるからさ、職業持ってれば、うん、クレジットカード持ってればさ、いや君アルバイトだからあれよね、うん、お父さんにさ、すいません出世払いっていうことで、ね、あるいは今あなたが中学生でね、高校になったら働けんじゃん、バイトしてさ、ね、バイトして、まあ今時給さ、まあ、神奈川県が1080円ぐらい、まあその地方によればあれだろうけど、でも時給が安いとか土地も安いはずだよ。ね、でその何高校卒業して都会の大学へ来てね、青春を謳歌するんだっていうのもいいんだけど、その時給がいいとこっていうのはさ、生活費もいいわ高いわけよ。であなたが魚食うの嫌いじゃなくて、魚釣りも下手じゃなければね、千葉の大原の森買ってさね、でそこに小屋が建つからさ、10平米以下ならすいません役所行ってさ、すいません僕この森だったんですけど10平米以下の小屋建てたいんですけど書類はどうに出せばいいんですかって、うん、まあ書類をちゃんと出してさ、建築許可、いや物置ですって言えばいいんだから、電気ガス水道ありません、ただ物置をちょっとね建てたいんです、なんで、いや千葉の森買って太平洋で釣りしたいんですけど、あ物置、うん、いいんじゃない、いちいちめんどくさいしかどうかわかんないけどね、やってくださいよね。で今ほら車中泊ブームとかさ、キャンプブームってあるんじゃない、自分で森買えばさ100坪ぐらいがいいね、うん、草刈り大変だから100坪ぐらいの森買ってさ、でその森を買うのには千葉のその大原のあたりってさ、太平洋があって、そっちから見るとどっちが太平洋になるの、こっちから見た逆を書けばいいね、滋賀県ってさ大雑把にさ、なんていうのこう、なんか あこんな、こんな感じじゃない千葉県って、違うの、いすみ市ってこの辺にあるんだ、横浜がちょうど横浜はこの辺りなのね、でこれが東京湾で、ここが外房で内房で、こっちが館山で、ここが大原、いすみ市、ね、ここのこの辺にさ、この海岸から1キロぐらいのところに森いっぱいありますから、あの辺は何海岸から陸地がこうあって、ほぼ傾斜がないんですよ、千葉って高い山ないから、で1キロぐらい行くと田んぼがわーっとある、田んぼが果てしなく、で田んぼの裏山っていうか防風林山っていうかさ、いっぱいあるから森が、駅へ近い、海へ近いところにいっぱいあるからさ、ね、過去に目つけといて、今ね、中学生のあなたに、で、高校になったら、3日に一遍ぐらい、週ね、3日ぐらい、まあ、3000円のバイトしてさ、ほいで、
月10回行くわけじゃん。3日に1回だから、ほんと3万円なんじゃん。ね、1年で36万じゃん。2年で72万じゃん。72万あったら50万の森買えるよ。手数料とかなんとか、登記とかなんかやったってさ。ね。で、まず土地買っちゃうわけ。100坪以下ぐらいがいいよ。森を100坪以下でなかなか売ってくんねえと思うけど、100坪以下ぐらい。草むしり大変だからね。うん。で、今ストリートビューがあるんじゃない？道路にマンホールがあるかないか。マンホールがないっていうことは、浄化槽を埋めなきゃなんないんだよ。下水がないから。側溝はあっても、自分の土地で出した生活雑排水は地べたに埋めた浄化槽に流し込んで、それをまあ定期的に汲み取りしてもらうわけだから。で、私の場合はね、ある方、北海道の方見てて、ああ、亀田川っていいな、この近くに土地買ったら、食うに困んないよなと思ったのがきっかけなんですよ。で、探したらあんの、50万で。いっぱい。うん。なんだっけ、函館からこう北側上がっていくとね、なんだっけ、駒ヶ岳とかいうのがあるんだよね。ここが函館でさ、函館山で、こうずっと、上がっていく。南斜面が全部ね、大沼っていうのがあるんだ。この南斜面が全部、別荘地。すんごいよ。200坪、300坪、400坪、500坪、600坪で、50万円。森ね。管理費が1万円ちょっとかな。伊豆なんかだったらもう、50坪ぐらいで4万円ぐらい取られちゃうからね。3万から4万。うん。そこへ入れた点とその、倍ぐらい取られちゃうからね。別荘地は。あなた、北海道、いかが？北海道。函館の、駒ヶ岳。ね。南斜面、日当たりいいよ。南斜面。別荘地ってなんだかわかる？道路に水道管が通ってんだよ。でも下水は通ってないと。あの辺ストリートビューで見たけどね、道路にマンホールないから、ないと思う。だから、浄化槽になるね。でも、市から補助が出て、うん。でも、土地買って、水道引いて、浄化槽、千葉もそう。うん。で、千葉でどっち買うときはね、その大きい湿地じゃなくて、その土地の前に水道管が通ってるかどうか。通ってないと向こうのから引いてこなきゃなんないから、水ないと人間暮らせないからね。例えばシャワー浴びたいとかさ。ね。その、ペットボトルのお水でね、100円のさ、あ、オーケーなんか、80何円 ?1 時間3分56秒。誰も見てねえな。ね、ペットボトルの水ね、1日3リットル飲んだって、3パン20、250円ぐらいじゃん？ね。だけど、じゃあ、シャワーを浴びましょう。じゃあ、コインランドリーで洗濯はコインランドリー。お風呂は銭湯でって、銭湯ないんだよ、今。銭湯がないの。千葉にはね、銭湯、本当に、ね、ないんだよ。だから、土地を買うときね、いすみ市で土地買うときは、海岸から1キロぐらいのところに田んぼがあって森がだーっとあるからさ。ほんで、その道路を見たときに、ずーっと果てしなく、ね、田んぼでずーっと果てしなく、片っぽが森なんつったら、多分水道管入ってない。
でもその道路に、こっちが田んぼで道路で小高いね、20メートルか30メートルだよ、高いったって標高40メートルぐらい、その山と田んぼの間にそこ、こう農道がある、農道っていうか、まああれ県道なのかね、道があるじゃん。その道のポツンポツンポツンって、その農家の家が建ってるってことは、農家の家のとこまでは水道来てんからさ、その農家のご近所の森を買えば、一番いいのは農家と農家の間の土地を買えば、ここ水道管必ず通ってんから、自分で敷設しなくて、ただその道路から敷地内に引っ張るだけだから、お金あんまりかかんないよ。うん、その物件がいいとか悪い、いいとか悪いとか以前にさ、水道管が道路に通ってるか、これ大きいよ。で、田んぼがあるっていうことは所有者があるわけじゃん。ポツンとあって、ポツンとあって、ポツンとあって、道路がずっと行ってるにしても、そのポツンのところまで水道は必ず来てんから。で、隣の水道、あのポツンまでもあるから、このポツンとポツンの間には電線も通ってんからさ。だからね、千葉県だったらね、私はいすみ市。いすみ市、おすすめします。それも大原がいいね。うん。大原。波花もいい。大原の一つ下がね、南側の駅が波花。うん。で、今でもね、と思ってんのがね、あの、いすみが、その、太平洋があってさ、こう、こっちを太平洋ってやればそっちから見ていいの。あ、絵描いたんだもんね。このさ、じゃあ大きく描くね。こっちが海でさ、ここになんか泉川ってんの流れてんだよ。こっち側が海でさ、こっち側が土地で、泉川ってんの流れてんだよね。で、そのいすみ川っていうところの河口に干潟があるわけよ。ちょっと分かりにくいかしんないけどさ、このこれがね、海から入ってきて川のそこからこう干潟があるわけ。なんとか干潟っていうのは。で、その干潟のところのこっち側に道路があって、この干潟と道路の間にほんのちっちゃな集落なんだ。そこにね、なんか80坪ぐらいでね、60坪だったか80坪、60坪かな、50万っていう土地、宅地があったんだよ。歩いて行ってすぐ干潟ね。で、その干潟の向こうは砂浜で太平洋で、そのストリートビューはないんだけど、航空写真で見んと、海があってさ、こうやって、で、ここに川があってさ、で、ここに干潟がガーッとあってさ、で、ここに道がこう来てて、なんかさ、こういう感じ。こっち側が太平洋でさ、いすみ川、こんなまっすぐじゃない、いすみ川が流れてて、太平洋からここに干潟があるんだ。で、ここに道路があって、ここに小さな集落があるの。この集落の、ここの角のとこ、Google で見てごらん。今も、変わってなきゃね、あるよ。廃車が捨ててあるの。敷地内に。うん。50万。この物件良かったよね。だって、全部がさ、宅地だからさ、水道管はあるじゃん、電気も来てんじゃんね。で、こっからここまでがさ、全部で100メートルあるかないかだよ。
この日向もちっちゃいんだから。だから夏なんかこういうとこ黒田入ってくると思うよ。投げ釣りで、むこみ釣りで釣れると思うよ。で、歩いていけばさ、歩いていけばすぐ海まで出ちゃうんだから。話あるよ。今ね、中学生の皆さん、今日のタイトル、中学生の皆さんにしようね。中学生の皆さん、高校生になったら、バイトを、ね、3日に一遍でいいですから。1日3時間ぐらい。ね、でまあ、1000円として、月3万。1年36万。ね、2年間働けば、50万円ぐらいの、タクシー買えますから。大きいちっちゃい関係ない。うん。森だったらちっちゃいのがいいよ。管理大変だから。草むしり大変だよ。蚊がブンブンいるんだからさ。で、大きいちっちゃい関係ない。その、買う土地の前の道路に、この道路からずーっと入っていったなんてアウトだよ、もう。こんなとこに、街道に道路、あ、水道があっても、そこから100メートルにも200メートルも水道管引いてくるったら、もっといいタクシー買えるから。水道引くお金で。道路にくっついてるとタクシーを、あ、森を買って、水道管がありそうな森。タクシーなら水道管を、あんまり横丁から引いてこないです。引ける土地。で、電信柱が立ってて、いすみ市にはね、マンホールのあるところは、海っぺりの近いところにはないと思うな。だ全部、浄化層だと思うけどね。うん。だから、4月でしょ？入学が。1年やって、2年目の4月に、不動産はね、不動産屋さんはね、5月が決済なんだって。だから、4月のうちに何としても売っちゃいたいから、そのあたりで物件がパラパラっと出るから、10月、11月、12月、1月、2月、3月みたいに見てきて、パッと出たら買っちゃうわけ。うん。で、私も、そのね、亀田が、未だに残ってるのがね、100坪で50万っていう。うん、あるね。で、それ見たときにさ、じゃあ、この辺で奥様はどう？伊豆はどう？あ、千葉県の太平洋がいいな。俺、元からさ、荷車引いてたときさ、何回か行ったのがいすみ市ばっかなんだよ。NEC の仕事でさ。会う人、すいません、この道は、ま、あ、いいんでしょうかって。違うよ、こっち。こっち。みんないい人ばっかり。ある人なんかね、その、サメの企業の前でさ、声かけなきゃよかったんだ、俺が入った、なんだっけ、ランドマークでさ、あそこのさ、荷さばきの毛、あれも、大変なんだよ。エレベーターも。うん。ほんで、そこでようやっと積んでさ、で、桜木町の方戻ってきながらさ、行こかいねえと思ったらさ、そのね、私の社長、俺を拾ってくれた社長さんの、ね、デイさんの、ティー、ピー、キー、チー、リー、リー、どれ？テイさんの、ね。テイ、ケイさん。テイ、ケイさん。それで、同級生だか、ね。鶴見市場のね。中学校の同級生。の、その方も、ケイさん。ケイさんはね、ヘビスモーカーなんだよ。何の話だっけ？何の話でこうなったの？
俺すぐそいろんなとこ行っちゃうからね。あ、そう。それとね、あのほら、そんでそのいすみ市のね、大原がいいっていうのは、まず海から近いところに田んぼがダーッとあるわけ。で、田んぼの防風林みたいな林がバーッといっぱいあるわけ。ね。ほいで、大原ですぐこっちに、あの、Do it yourself のさ、お店があるわけ。街道沿いに。ね。そこで配達してくれるわけよ。何円以下以上とか。だから小屋建てようと思った時、そこ行って、すみません、配達って言って、1キロか2キロ走ってくれば、大原だからさ。ね。中学生の皆さん、横浜、川崎、埼玉の戸隠あたりに住んでらっしゃる中学生の皆さん、ね。高校入ったら、ね。週3日ぐらいのバイト、3時間ぐらいのね。あの、勉学が本文ですからね。あ、でもゲップが出てもね、昨日はね、ゲップすらね、はー痛いって感じ。いやーんって感じ。うん。昨日もさ、喋りたてはハフーだったけど、最後は力が出んじゃん。こういう風にやってんと楽なんだよ。昨日はおでここうやって押さえてたけどさ。うん。今日おでこ押さえなくて平気。うん。雨が降ると少し楽になるかね。ひんやりしてきて。あんまりひんやりしないで、もう少し降ってくんないとね。気温はさっきと同じぐらい。28.5 だから29ぐらい。若者の皆さん、ね、ここ入ったらバイトして、ね、あまり無理しちゃダメだよ。あ、そうそうそう。それで車の話をしたくて、K さんの話、T さんと K さんの話になったんだけど、10万円ぐらいで、あ、でもね、免許取るのに40万ぐらいかかるんでしょ。ね。車は買わなくても、その Do it yourself から運んでくれるから、何万円以上は。配達してくれんから。ね。で、じゃあセメントをこねましょうってなった時、水が必要じゃん。ちょっとのセメントならさ、2リットルのがペットボトルが水がさ、まあ100円以下じゃん。でもじゃあある程度ったら100円を10本20本ったら2000円じゃん。これだったら10ブロック買ってきてさ、1個2、300円でしょ。ね、10ブロック買って割っちゃう。こんぐらいで済むよ。今こうやってやっても。これ押さえてやってればなんともないんだよ。押さえないでやると、あらららってなっちゃう。一瞬でね、ふにゃってなっちゃう。痛みがギュッとくるから。だからその、ね、車、免許、でもね、でも、3日に一度ね、3時間の仕事やれば、月3万円じゃん。で、3年間やったら3、サザンが9、サブロック18、108万円なんじゃん。ね、3年間やったら。そしたら、その中の40万円は、免許にお金かけてもいいと思うよ。大原の、例えば伊豆の中はね、その Do it yourself がほとんどないんだよ。だから、その伊豆の周りの熱海とか、そっちこっちの大場とか、ああいうとこから配達してもらわないとなんないからね。とにかく小屋建てなきゃなんないからさ。物置をね。いいんですよ、宅地を買って。お家を建ててもいいんだけど、とにかくまず土地を買いましょう。で、土地っていうのは人と人の出会いもそうだけど、土地の出会いっていうのもあるからさ、あ、これと思ったら買っちゃうの、まず。で、俺がその
ね、亀田川がいいなで、え、奥様、うん、ないね、伊豆あるけど管理費が毎年だよな、埼玉、埼玉県で何が欲しいんだけど高いんだよね、うん、憧れの地なのかね。俺なんかはあのインターネット始めた頃1999年頃はね、転勤族の憧れの地仙台、ね、森の都仙台、ね、伊達政宗かね、その頃ねマイホームページだったんだよね。でね、ある程度やり取りした人がね、あの仙台のねフクロウっていう方、うん、仙台のフクロウっていう女性、うん、そこから写真しかなかったからね、うん、ホームページに写真を載せてみたいな、やっぱそういう出会いってあるからさ、あの人もどうしてんかね今ね、あれからだってもう24年が過ぎてるわけだからね。あ、それでもインターネット始めてすぐじゃないね、うん、でもまあ20年は前だね、うん、俺が68じゃん、その方は若い方だったね、20歳代だったからまだ50前かね、うん、50になったぐらいかね、まだ40いくつかね、これからだね、うん、でまあそのインターネットの名前もさ、同じ名前でずっとやってるってことないからね、だからまず若者の中学生の皆さんね、横浜川崎錦糸町あたり、それから錦糸町のちょっと南、あ、北の埼玉県のね戸隠の人、大原あるよ、本当にある。で、土地ってさ20坪ぐらいから売ってんだよね。20坪ってさ、そんな土地家建つのと思うじゃん。だけど20坪ってさ畳40枚だから、畳40枚人間立って半畳寝て1畳じゃん。台所、トイレ、風呂場、玄関で5坪もあったら十分じゃない。まあね、でとにかくそこにお家を建てるんなら、まず物置を建てちゃうわけよ。建築基準法にのっとって建ててもいいよ、宅地ならね。あの 窓は自分で入れますから、あの骨組みと屋根と外壁だけやってください、それと下水の配管やっといてくださいって言ってね。でも自分のできるのはさ、はい、なんか一匹いるんだよな。石井は24分、ずいぶん楽になったよ、うん、骨折れてんだよ、お前嘘だよ、嘘言って何が得あるよ。いや、そういうやついるんだよ、ネットで嘘ばっかり言ってるやつ。あ、そうっすか、俺嘘つきに見える？メガネがあったらちょっと飴しゃぶりながらいいっすかね、飴しゃぶりながら、柚子のど飴、柚子のど飴、大丈夫。まあ、なんかごめん、しゃべる、しゃ雨しゃぶってないからしゃぶってますよ、雨、うん、明日はもっと楽になる。なんでそんな根拠もなしにだ、あるよ、こっち折れたから。その時も3日でね
寝てたの3日、うん、もう3日目はね寝なくていいかなっていうぐらい。うん、多分ねこっちもオフになるから背骨のある方と肩の方こういうふうにこうなる可能性はあるね。だから本当はこう伸ばした状態でギュッとね、こんなね偽物のさこんなさ、さっき見せたでしょ腹巻き笑うだけで痛い、すごく痛い。結局笑うときこういうふうに筋肉がキュッとなったときに骨のとこがこうなって周りの肉を圧迫するんだろうね。うん。ワームの皆さん、その自分がそこへ家を建てたいのか小屋を建てたいのか、ね、俺小屋でいいかもよ若いうちは。宅地買っても森買っても小屋、10平米のね小屋、屋根があって壁があって床があって、ほんで概ね浄化層だからさ、配管なんかさ浄化層買ってきてもらって穴自分で穴掘ってさ、で配達してきた浄化層を据えてもらってさ、寸法最初からでその浄化層の水平を取ってさ埋めればいいわけじゃん。斜めになったって関係ないじゃん。まあ蓋のしてあるバケツみたいなもんだから、水筒みたいなもんだからさ、ね、配管なんかさ生命ラインで貼っていればいいんでしょ、接着剤でね。で縁の下からさ床下抜けばさ、もうそこでお風呂だろうなんだろうできんじゃん。お風呂はちょっと難しいね。だお風呂はさお庭でシャーシャーだね、うん、周りから見えないにしてさ。お風呂の水はさ、まあシャンプー剤、あ、三好のね爽やかっていう石鹸、粉石鹸あるんですよ。で俺が私が2019年のね4月に救急車で運ばれて開腹手術で、何の手術しか分かんないんだよ。妹に聞いてもさ、いやー何だか分かんねえ、俺も聞いてねえから何だか分かんねえけど、でね、おへそが、瞬間にね、その殴られたっていう痛みじゃなくてね、鋭利なもんでブスッとやられた、ね、スイカをさああいう感じ、うん、何の話だっけ、何の話だっけ、ね、肺がなんか自分でできんだから、浄化層の方からつないできてさ、ね、つないできて床へ立ち上げればいいんだから、あと泥埋めちゃえばいいんだから。でここに買ってきた流しとかさ台所ができんじゃん。で、そうそう、三好の石鹸、三好の石鹸ね、開腹手術してさ、でね、多分こっち側の例えば胃かなんか腸だか知んないけど、
内容物をかなりね、いっぱい切除したんだと思うんだよね。胃に穴開いたか、こっち側だ、とにかくこっち側。そんで、退院した時はさ、おへそこ、ちゃんとね、正中線にあったんだけど、この春ぐらいね、気がついたらね、おへそがこっちへね、2センチか3センチ。つまりこっちの体積がさ、へこんじゃってんの。この背骨の両側にさ、人間ってこういうふうに筋肉があるじゃん、バーって。筋肉が。こっちがないんだよ。なんでっていう感じ。腰の後ろもさ、右側はあんのにさ、左がない。背中のとこもないの。で、おへそはこっちへ動いちゃった。内容物が多分胃を全部と、でもね、妹に聞いたら、いや、なんか聞いたんだけど、もう動転しちゃっててさ、あの、愛情の深い女だからね。いや、違う、なんか説明受けたんだけど覚えてないっていう。あの、我が家はね、あの、弟はね、もっときちんとしてんの。弟もね、県立高校頭いいの。すごく頭いいの。でも、昭和の事情でね、俺に稼ぎがないから、大学行かしてやる金がなくてさ、弟はしっかりしてる。妹はね、六大学出た人。みんなしっかりしてる。でも、俺と妹はよく似てる。うん。俺は悪い方に悪くて、妹はいい方にいいんだけど、なんか根幹が似てるんだよね。だから合わないの。うん。いつもね、来んねん。今回さ、俺がこれになって行かなくなったじゃん。ほいで、あの、フェイスタイムでさ、あなた、もうニッコニコ。俺が行くとさ、妹が、ね、去年の暮れで仕事辞めたんだよね。で、最後のご挨拶は今年の3月の終わりかね。うん。のね、仕事行ってるよりお母ちゃんとの時間っつってさ、で去年の春までは俺がお母ちゃんの横に寝てたんだから、どけ私ってなっちゃってさ、で俺が行くとさ、今はもう仕事ないんだけどね、妹は。だけど、あの、ちょっと駅前に銀行に振り込んできますとかさ、買い物はさ、大概は俺が行くんだよね。でも、その、銀行のこととか、なんやかんや友達に会いに行きます、はなるとさ、俺が行くわけ。ね。まあ、朝は来ないでって言われてんの。ああ、朝からか、お前くんと朝からくんと、かけまさせちゃうからよ。そんな、口は聞きませんよ。でも、趣旨はそういうことなわけ。あざこないで、ね、ほんとお昼作りに行くか夕ご飯作りに行くか、ね、で、あの、朝から妹が朝から出ちゃうときは、妹が朝ごはんやった後出ちゃうから、俺がおはようございますって言うとね、妹といるとね、お目目がこういうお目目なで、俺が行っておはようございますって言うとこうなっちゃう。何しに来たんだよお前や、こんなこと言いませんよ。教育者の娘ですからね。穏やかに目がこうなっちゃう。一瞬で。ね。ほんで、俺が行くじゃないと、お母ちゃん察知するわけ。ね。で、妹が、ちょっと、何屋さんとこと、ね、今日は、どこそこで何々しますから、あの、ちょっと、夕方になりますって言うとさ、血の気がさ、本当だよ。
もうね、口を閉じた海中の、おばちゃんお茶でも飲む、 おせんべいかなんかどうかね、みかん向こうか、口閉じた海。妹もさ、いや、ガチャ行ってくるねのいいぐらいでも、さあ、妹も知ってんだよね。いかに信頼されてるかってさ。でもまあ俺が行けばさ、あの犬や猫よりはマシじゃん、口が聞けるんだから。でも下手すると犬や猫の方がお役に立つ犬や猫もいるもんね。うん。じゃあ犬のとこね、殺処分は5000頭だそうですから、1年間たったそんだけだからね。1年間5000頭っていうことは50件で割ると100、1年間ごめんね、今ぐらいの我慢できた、ここ肘ついてんとね我慢できるよ。要するに上半身が興奮になる分が少ないじゃん。動いても体重を両膝で肘腕でさ押さえてんからさ、うん、あなた骨が折れたことない人はね、この人肋骨折れてバカじゃねえって感じでしょ。肋骨ってそりゃまあね、複雑骨折してれば違うと思うけどね、ただポキッと折れたぐらいはこんなもんだよ。うん、こんなもんです。なんとかね、シラスを食わないとね。うん、高いんだよシラス。 100g でね400円ぐらいするんだよ。300何十円一時期ね、夏入るか夏前ぐらいだったかな、 100g ね400何十円だったもんね。どうしたの思ってた。うん、じゃあそういうことで、若者の皆さん、土地を買いましょう。千葉に、外房に、大原がいいです。西大原か大原がいいです。他にはなかなかいい物件出てませんからね。うん、でも来年は分かんないよ。うん、でもその千葉のね、海岸から1キロぐらいずっと田んぼで、海岸に沿って田んぼがあるわけだーっと。でもちろん奥へ奥へね、あの東京湾の方へ、東京湾の方へにも森はあんだけど、まあいっぱいあるよ。うん、だから不動産屋さんに行ってさ、前の道路に水族館が通ってる、50坪か100坪ぐらいね、土地売ってくれる人いませんかねって聞けばさ、ふっかけられて、100万ならあるよって言われたら、じゃあ、何ヶ月待つとそれ30万になります。そうだなぁ。で、今30万にしようか。なんでこんなこと言うかっていうとさ、ね、その北海道の、亀田川からさ、ずっと来て探してったら、あ、大原いいなと。千葉に目がついた時、すぐ大原探したんだ。バラあるあるがいっぱいあったよ。うん。本当にあるよ。今でもね、あの干潟がまず、まあ、エビとかさ、浅瀬、そのエビとかも藻場だからさ、干潟だから いっぱいクロダイなんか入ってくると思うよ。うん、夜行ってさ2、3本ぶっ込んどけばさ、ただね、お腹かが、私が釣りしてたのはまだ大黒ふ頭が埋め立て中の時だからさ、その時ね、おちょこ
おちょこ一杯がね、300円。うん。安西釣り店ね、国道駅の。で、その頃でもね、上州屋さんとか、ああいうとこはね、やっぱ似たり寄ったりの値段だったけど、なんか細かったね。うん。何が言いたいかっていうとさ、ね。じゃあそういうね、釣れる魚のいるところに、1000円の餌を買って、釣りに行って、100万匹ぐらい釣って、100万日分ぐらい食えるかったら、そういうわけいかないじゃん。ね。ほんと、どうしても、毛張り釣りなんだよ。なんで毛張り釣りかっていうと、制作費が安いから。針に毛くっつけんだけだから。ね。で、根がかりすれば、取られちゃうわけじゃん。ルアーなんか1個1000円のをさ、第一投で引っ掛けたらもうそんで、ああ、じゃあもう1000円かね。だったら駅前の魚屋で、マグロ買った方がいいな、なるじゃん。スーパーで、ああ、マグロ丼買った方がいいなってなるから。その時に、海岸から1キロぐらいのところ砂浜があるからさ、やっぱり砂浜って、サーフだから、まあ、引っかかるとこあんまないじゃん。だからそれで、1日8時間ぐらい投げて、毎日さ、ね、アルバイトから帰ってくるなり、仕事から帰ってくるなりさ、して。たら、なんかしら釣れんじゃないの？ルアーで。ロストがそんなないと思うよ、ルアーの。砂浜引っ張ってくんだから。まあ、藻に引っかかっちゃうとか、根があってそこ引っかかっちゃうにしてもさ、確率は少ないと思う。砂浜だからね。とにかく、餌代に金払うなら、ルアー代にお金払うなら、駅前の魚屋で買った方が安い。うん。全然安い。ご飯もついてさ、マグロもついてさ、なんかもお野菜も入っててさ、300円、400円、500円ぐらいであんじゃん。磯目1000円ください。あなた釣り？駅前のスーパーで500円の丼買ったらどう？いや、僕道楽でね、頼みもしないのに、魚引っ掛けてぐるぐる引きずり回すの大好きなんですよ。で、その後どうすんの？ほっぽっちゃうよ。なんで？だって道楽だもん。そういうことで、皆さん、土地買いましょう。ね。探しあるよ。で、なんでそれを、早く言うよ。で、見てたんだ。で、すぐ千葉、千葉だなってなった時に、大原ってなったわけ。たら、あなた。100坪ちょっとでね、森の外れ。で、周り中田んぼ。で、民家もポツポツとあってさ、道路も通ってて。周り中田んぼで森の外れ。100万円。はぁ、森が100万円かよ、と思って。でもいいんだ。で、それが11月頃見つけたの。去年、おととしか、おととしの11月の、あ、これいいなぁと思って。で、お正月頃も見て、1月頃見たらね、60万になったの。さっきも言ったでしょ。5月の決算の前に売っちゃわなきゃなんないわけよ。ほいで、60万になったじゃん。そんで3月、4月に入った頃か。3月の周りか4月に入った頃に、伊豆にさ、別荘地ね、80坪ぐらいともうちょっとぐらいとさ、
まず80坪ぐらいのパッと見てさ、杉がいっぱい生えてる。ね。それが30万。ね。で、俺が妹に、これどうかいね、別荘地で。見た瞬間、あ、これいいっつって買いに行ったの。あ、物件を見に、不動産屋さんに待ち合わせしてね。小田原かな、どっかで待ち合わせして、それで車で連れてってもらって、現物見て、即決めて、即買っちゃったの。で、帰ってきてさ、どこにちゃん、ありがとう、いいとこ見つかって、って言ってさ。で、妹にさ、その周りはどんな感じなのつって。こんな感じよ、つって。で、妹にさ、どこが気に入ったのつったらさ、言うから聞いたんだ。そしたら、この森の感じがいいのよ、つって。ほんで、そのストリートビューで見るとさ、その宅地の、買った宅地の右側にも左側にもあって、その森の奥の方にもなんか、右側と左側に2軒家が見えるけどさ、その買った土地とその間はどうなってんのつって言ったらさ、特に何っていう情報はなくてさ。で、もしその、ね、この森の感じが好きで買ったんなら、その買った道路にくっついてる土地買ってさ、その奥側の森誰かが買ったらさ、で、そこを宅地になったら、森なくなっちゃうよったら、あ、そうかって電話でさ、あの奥の土地はいくらなんですかったら、俺も30万でいいっすよって言われた。4月で5月だから。ね。最初に買ったのは4月の初めで。で、追加の分が4月の半ばじゃん。あ、あれも30万でいいっすよ。で、200坪じゃ、80ともうちょっとでさ。さ使って60万で、そんなこんなでさ、その妹にこのも別荘地どうって言った時に、千葉の自分の中でね、あの千葉の土地はどうなったのかなと思って、100万が60万になってさ、お正月頃ね、1月にで見たら、なんとあなた、これまた30ちょっと。100万だったのが30ちょっと。あなた。ね。俺が、キコリやりたいって言っててさ、ずっと。で、妹に見せたの。初めて。いや、これね、11月頃は100万で、で、年明けが60万で、今30万ちょっとになったの、これどうって。で、ストリートビュー見せたんだ。あ、いいねこれっつって、すぐ不動産屋さん連絡してさ、物見てすぐ買ってきちゃうと。何が言いたいかっていうと、人との出会いね、結婚もそうだし、同級生もそうだし、会社の同僚もそうだし、人との出会いってあるわけ。あの人に俺がもっと若い時会ってればなとかってあるじゃない。でも会えないんだよ。人との出会いもあるけど、土地との出会いもあるし、中古車との出会いっていうのもあるから。中古車の値段って同じものが上がったり下がったりしてんじゃん。でね、森じゃん、森の外れの森じゃん。で、ああ、木こりできんなと思ってさ。で、妹帰ってきて何したの？ね、不動産屋さんが、こう言ったよ。いや、道路の前に水道管が入ってるから、すぐ水引けますよ。電柱があるっていうのはストリートビューで見て分かってたけど、あらまあと思って。ね。100万だったのが30万ちょっとになって、しかもその森の、前の道路は、喉みたいのかね。とにかく、千葉の
海から1キロぐらいのとこはだーっと田んぼだから、田んぼの間に農家があって、そのもう一本先海から離れたところに街道が通ってて、大型なんとかスーパーとかあるじゃん、そういうのが あってさ、でびっくりしたよ本当に。あらまあ水道すぐ引けんの、へえと思って。で不動産屋さんがね、妹に横井君に言ったんだって。だね、俺がさ聞いて言ってたじゃん、100が60になって30ちょっとになった理由は何ですかって言ったら、その不動産屋さんのね方が、いや実はね5月が決済でどうしても売っちゃいたいんだ、でこれは仲介じゃなくて自社で持ってた物件だから、まあずっと売れなかったんだろうね、うん、でとにかく金に変えちゃった、変えたちゃいたかったんですと。でその時に実はねその隣も隣も買いたかったんだけど、誰が持ってるのか分かんなくて連絡も取れないから買えないんですよっつってた、うん、だから最初に話したじゃん、北斜面ね、田んぼがだーっとあるその田んぼの向こう側に北斜面でさ山のね結構高いね、あれ50メートルぐらいあんね、うん、400何十坪だよ、40万で出て30万になったら売れちゃった、売れちゃった、うん、でそれもね田んぼがあるせいかね、北斜面があって田んぼがあって農道みたいのがあってさ、でここに小川が流れてる、小川の流れてる物件がその2つ出たんだよね、公園の横丁の宅地の横丁の雑木林森の外れの草原、うん、140坪ぐらいだったと思うな、97坪いや140ぐらいだったと思う、うん、出ますから、ね、で不動産屋さんが今こっち持ってさ片手にしたよ、ね、調子乗ってでもこうやって片手に痛い痛い、この手上げるだけでも痛いよ、ほらこうやってやっててさ痛くもなんともないじゃん、だから調子乗って普通にやったら、ららら1時間55分3秒そうっすか、もう長いんだよ、うん、老人だからね、無職の老人だからさ、うん、駆け出していく仕事ないしさ、道楽やるには金がかかる。あ、で昨日はね、だってさ、ね、普通に喋ってんとこいつ本当に骨折れてんなと思うじゃん。俺も折れてんのかなと思っちゃうぐらい痛くないんだけど、痛くないバランスのところが。とはいけたかな、あれ本当に痛いよ、すごい痛いの、骨が折れてんからね、うん、
で、痛くなるっていう時はさ、今までおとなしくしてたのがずれるんだろうね。そもそも息ができないよ。これでね、今日はね、木村さんのまた見てたんだ。修二さんじゃないよ。足組みたいだけど、足、こうやってやればいいのか。こうやってやって足を組めばいいのか。これでいいかね。でも全部楽になったよ。あ、じゃあせ。これね、木村さんが弾いてるのに合わせたらね、彼が E マイナーをやってんとき、A マイナーだった。だから、低いんだから、A から、E マイナーか、え、B、C、D、E、4フレット。4フレットぐらい低いんだよ。君そんなギター弾けて本当に本当に折れてんの。肘がここたがってんじゃん。ここに肘ついてんのと同じなんだよ、両方ついてんから。手の重さがこのギターに乗っかってんから、肩の重さをしょわなくていいわけよ。でも話すとこう、骨が折れて丸4日が過ぎました。歌も歌っちゃうわ。歌は無理だ。息吸わなきゃなんだよ。1時間59分54秒。ああ。ワゴンの皆さん。ね。ね。例えば、ね、東大に入りましょう。これはもう、並大抵のことじゃない。無理だよね。土地買うの。土地？あなたさ、25年ローンで50万の土地いくらになりますかって聞いてみたら、毎月いくら払うと25年で50万の土地買えますかって。ということで、これを下ろすのは大変だよ。これを下ろすのは大変。ちょっとそーっと横流ししようかね。あ、もういいかと言った。
いたふりしてんじゃないの。うん、じゃあね、あばら折ってみればわかる。うん。ああ、やつの言ってることもまんざら嘘じゃねえなってわかるから。うん。あばらが折れて丸4日が過ぎたギバナエルでした。2時間2分50秒。23時26分。短期法は終わっちゃいかんばかげん。ネクサンデー。ホエン、9月7日木曜日。ね。11時26分。2023年。若者の皆さん、土地変えましょう。ね。アパートにね。まあ横浜あたりのねアパート来てさ、物件がいっぱい余ってんから、素敵なのがね、まあ6万円あれば借りれますからね。うん。で、東横線乗れば、あの中華街もね、あって間、渋谷もあって間、ね、八王子もあって間、うん。乗り換えなしですから。うん。埼玉県も、乗り換えなしかね。地下鉄日比谷線直通っていうのは、なんか廃止になったらしいね。うん。でも今、あれが入ってるよ。なんだっけ。東京メトロっていうのが。なんか聞いたことある、埼玉県の名前が、電車の名前に書いてあるよ。電車の、なんちゅうの、こう、フロントガラスの上っちゅうの、フロントガラスの上に書いてあります。はぁ。はぁ。こうやってんと楽だよ、ほんと。2時間喋れるわけだからね。うん。むさわりのぶり深い人は言うよ。こいつ何骨が折れたふりしてんのかなって。じゃあ、私にね、ちょっと背中を見せてくださいよ。ね。で、こう、息ね、自然にすっぱり吐いたりしてください。吸いました、吐きました。吸いました、ドン。ポキッと折れちゃうよ。背中見せてくださいって言われたとき、殴られると思んないじゃん。息吐き終わったところ、ポクッとやればさ、息吸おうかなと思ったとき、ポクッとやればさ、そしたら俺の言ってることわかるよ。大概のスポーツ選手はね、骨折してると思うよ。まあもちろん、どこも怪我しないで一流の人もいる。まあ怪我しないことも一流だろうね。うん。なんか一回やって二回だからね、四流半ぐらいだよ。うん。でもさ、本当にさ、お前暇だね。そうだよ。だけど、若いね、方にどうしても言っておきたいことがある。うん。それは何？やりたいことやってくださいよ。法に触れないやりたいことをね。土地買うじゃん。家建てられるな。家を建てたら、子供も育めんな。その先、ベタとこ勝負かな。もし病気したら、こんなこと言ったら何もできないよ。ねえ、皆さん。土地を変えましょう。で、30万以下の森ならね、森にしろ、宅地にしろ、
そんなの固定資産税かかってこないよ。まあ家を建てちゃうとちょっと違うだろうけどね。買った土地をどういうふうに使うかだよね。土地買うじゃんね。でそこへあの本籍を移すじゃん。森だろうがあの宅地だろうがさ、そこへ本籍を移すじゃんね。で中古屋さん行ってさ、あの10万円ぐらいのさ中古車買ってきてお庭に置くわけさね。車中泊ブームったんじゃん、ね、自分の宅地で車中泊できんから。で免許があればあのただ銭湯がないんだよね。銭湯が本当に銭湯がないんだよ。だからやっぱり水は必要だね。で千葉なら浄化槽もどうしても必要になるね。やっぱどうしても毎日上から入れれば下から出ちゃうからね。いや僕は地べたにね糞尿をまき散らすんです、自分の土地ですからって言った時さ、それ森の中だらいいよ。でも宅地でさ立て込んでる、千葉だって立て込んでるとこあんじゃん。そんなとこでお庭にさ順繰りに自分のうんちさ浅く掘って埋めてきましたったって匂うからね。でそういうことで花肌長くなりましたが、若者の皆さん土地を買ってまず小屋を建てましょうね。小屋をいいんですよ。あの柱4本立ててでぐるっと4本ずつ回してで屋根に1本で8本12本13本買ってくればいいんだから。柱を13本1本5000円で54535、65000円で枠組みできんからね。あとコンパネで床張ってさ壁張ってで外側はトタン張ればいいじゃん。張ればいいじゃん。屋根もトタンも物置だから窓つけてもいいよね。でそこでまあキャンプ暮らしみたいなことを屋根があって壁があって床があってさ、で糞尿は浄化槽ね、いうのです。で家小屋建てんのをねなんだかんだで、ね、トタン吹きのね10平米以下の作るのに20万30万かかるなら中古車買ってきてね庭に置いたらいいよ。雨風しのげるし鍵がかかるから貴重品も一応置いとけるからね。うん、これであの余蔵物置みたいなの買うのもいいかね。やっぱ10万円ぐらいしちゃうね。だから下手に小屋なんか建てないでさ中古の自動車勝手に庭に置いておくのもいいと思うよ。うん、でそこの買った宅地にしろ森にしろそこ住所をあの移転してさ、でそこから仕事に行けばいいんだから。仕事にが本籍があってさ仕事場へ行けばいいんだから。お風呂場なんか考えないとね。お風呂は銭湯がないから今本当に運よくさ
千葉のね、海から1キロの森の田んぼのこっち側の水道が引いてあって、そこ変えて、そこに中古車を置いて、目の前が銭湯ってこともあるかもしれないね。ないんだよ、今、銭湯が本当に。銭湯があればさ、会社に行くのに清らかな体で行けるわけじゃん。あるいは、スポーツジムかなんかに会員になるのもいいかね。でも東京はまだ銭湯あるからね。でも大原から東京までだと交通費が片道3000円ぐらい、2000円ぐらいかね。かかっちゃうじゃん。ね、往復で4000円でしょ。定期にすると、いくらぐらいになるの？定期の場合15日ぐらいかければいいんだっけ。4000円だと、6万円ぐらいかね。まあそっから先は自分のやり方で考えてよ。まず土地。ああ、これいいなと思ったら買っちゃった方がいい。うん。よく森を買って後悔するとか言うじゃん。それ、バカでっかい森買った人。100坪ぐらいならね、そんなに困んないよ。100坪ぐらいならそんなに困ることないと思います。しかも目の前が水道が引いてあれば、あんまり困んないと思います。電線も来てますから、あんまり困んないと思います。30万ちょっとで買いました。で、そういうことで。23時38分。中学生の皆さん、あ、ダメだな。私のサイトはね、若者、17歳以下は見てないの。子供指定にしてるんだけど、誰も見てくんない。だから子供が見るような動画をなんかアップすればいいのかね。子供って何の興味あんの？動物園かね。ね。17歳以下のね、視聴者ゼロ。うん。で、18歳から23歳まで、まあ、6% ぐらいかな。だから俺が今言ったことは、まるっきりその、中学生には届かないってことだな。なんか中学生って何興味があるのかね。やっぱバスケットとか、バレーボールとかサッカーとか、そういうことがね。でも今、それからさ、0.4% なんだよ。登録者が見てくれてるのは、確率は 0.4%。ほぼ 100% はさ、一元さんお断りって感じがね。うん。で、何度も言うけどさ、俺登録者なんかどうでもいいんだよ。収益化関係ないんだからさ。2時間の番組でさ、最初に CM が入って、3分後に CM 入ったらもう絶対見ないよ、俺。世の中に絶対ないけどね。まず見ない。ああ、収益化。だからさ、YouTuber って言うじゃん。あれ、平田君日本語に訳すとさ、YouTube 派遣社員、そういう感じだよね。毎月だって収益化を目指したい、収益化したらさ、YouTube 社から毎月、小遣い制にしろ。まあ、給料っていう形でもらえるわけじゃん。報酬っていうの？ね。YouTuber っていうのは、YouTube 社の、まあ、言葉は悪いけど、小作人みたいな感じでしょ？そうでもないの？いや、独立、行政法人です。
税業者か。でもさ、お金は YouTube 社からもらうんだよね。ね。で、YouTube 社のサーバーにデータをあげるんだよね。それって、下請け社員っていう感じだと思うよ。うん。そんなこと言うと怒られちゃうけどね。なんとか若者に見てもらいたいんだよな。若者ね、今さ、聞くないけ行くじゃん。若者って見ないんだよ、本当に。本当に見ない。まだね、40年ぐらい前まではね、あの、ルーズソックス履いた、女子高生、女子中学生。いっぱい歩いてたよ、40年前。が今、55、6かね。もう55、6ったらあと5年働いたら定年か。今定年って80歳ぐらいになったの？でもこうやって肘ついてるわね。2時間だろうが3時間だろうが平気だよ。でもこれをじゃあ外したらどうなるったら、ああって感じ。うん。要するにさ、力が入んないんだよ。力が入んないの。で、力抜いてんときに何かやろうとしたらもう、むにゃむにゃになっちゃうって感じ。うん。なんか6分経ってます？平均視聴時間48秒だからね。2時間20分16秒。誰も見ねえと思うな。アカペラで歌うと立ち上がれ。明日のことはわからないけど、ずっと愛すと言ってくれないあなたは冷たい人、ラララな。あなたは冷たい人、ラララララな。若者の皆さん、誰も見てくれてないんだよな、若者が。なんとか若者に見てもらう方法ないかね。もう頭の固まったじじいに何言っても意味、しょうがないからね。脳書きの塊だからさ。お前もそうだろ？うん、そうだね。なんとか若い子が見てくる。結局さ、若い子って自分でお金払わないからさ、お父さんのパソコンを使わせて、まあ、お父さんの Wi-Fi 環境を使わし、あらは光環境を使わせてもらって、ルーターかましてとかってなるわけじゃん。ほんとお父さんが、で、ちょっとお前のパソコンは、このサイトとこのサイトは見せませんよみたいになってんでしょ。寝てるよりこうやってやってる方が楽。寝てるとね、楽なんだけど、寝返りも打てないじゃん。こうやってんのが一番楽だね。だからもし骨が折れちゃって会社休まないでも、ね、3日ね、ちょっと具合悪いんですで、4日目から出勤してできる商売ったら、例えばこの、電話のオペレーターなんかもいいね。
ピーポーポーポーってやっていこうって、あの俺あれ俺あれあれは骨が折れててもできんもんね、4日目からは。この体勢を変えるのが大変なんだよね。君はなんでいつまでも切らないの？だからさ、この一瞬先にさ、何が起こるか分かんないじゃん。今思ってることを言いたいだけ言っとかないと悔いが残るからね。で私がこんで急にさ、心臓がキュッてなってさよならになった時に、2年間アップしなきゃもう、アップした動画みんな、アカウントが消えちゃうんだそうだからね。まあ俺なんかの聞いてもさ、はぁはぁとはあんまり思わないけど、例えばさ、やっぱり学術的に価値があるとかさ、まあどの YouTuber もそうだよね。いずれ死んじゃった時に、じゃあ家族に、パスワードを教えてさ、家族が、ね、一年半ごとぐらいになんかアップロードしてさ。でも運営者が変わっても振り込みはあるのかね？振り込みの、使命が変わったら、例えば中村一郎さんのさ、お子さんが お父さんのさ残した膨大なデータを守っていこうとした時に、もう収益化はできなくなるのかね、本人が死んじゃったら。名前が変わっちゃったらまずいのかね。そんな心配してどうすんの。いや、世の中にはさ、YouTube にしろ何にしろやれる時期ってあんじゃん。ほんで、やっぱ命がけで、例えばゆっくり解説なんかもさ、なんか使命感っていうか、そういうのがないとできないと思うね。でも使命感を持ってやるのならさ、アイコン名の人が死んじゃってもさ、なんだっけ、YouTube 社から配当がなくなってもさ、お父さんやお母さんのアップした動画を守っていくために、まあ時々2年にならない前にアップしていくとかね。やっぱこの膨大なデータ命がけで作ったわけじゃん。2時間27分見返すのかい？はあ、足もかきたいんだけど足上げられないからな。まあ一生懸命食ってくれてるよ。狭いからさ、蚊取り線香も置くとこないからな。じゃあそういうことで、縁も竹縄というか、何言ってんの？23時51分。
And you were watching come back again next Sunday when all it come, I couldn't know it. But all it quiet is gonna chimo, so let me home. September the 7th, 2023, Thursday evening, 11:51-52 PM。そういうことで、ゆずのど飴、ね、美味しいよこれ。今日食べたのはご飯とお醤油と納豆と豆腐が2個と OK 蜂蜜ポッカレモン水でした。いやいや、私は、ね、なんか誰も立ち上がれ、朝も少し楽になってる。危ないね。よいしょ。やるべ。でもさ、最初の話に戻るんだけど、朝鮮民主主義人民共和国のさ、兵隊さん運動靴履いて給料が7円、9円だったかもしれません。お前ずいぶんいい加減だね。700万円つってないじゃん。70万円つってない。7万円つってない。7000円つってない。700円つってない。70円つってない。7円か9円、一月給料を7円で何が買える？ねえ。ほんで、大韓民国の人はさ、もう日本よりも、ね、年収が良くなったんでしょ？勤め人。同胞なわけじゃん。大韓民国は、毎年、殺処分している犬猫はどんぐらいいるのかね。もし殺処分している犬が日本と同じぐらいいるんならさ、38度線まで行ってさ、大韓民国には捨て犬とかいないのかね。なんかお前の言い方が引っかかんな。気がついた。さようなら。